fight.最近面白いキャラやりたいけど探してもいない。ブライアンなんかどうですか？おすすめですよ。さあ114人に増えました、本日の、ゲストは、山佐から、タケプロが、来てますね。この後ね、アゴール、ジャココ、マヒロ、若手勢ぞろいです。みんなデータあるんで、店内対戦もいいんじゃないかなと思ってます。ブライアン、挑発できなくても高み目指せますか？そこですね、挑発はできなきゃ目指せません。ただしがつきます。ただし挑発ストコンだけできればいいです。挑発にいくら、挑発ジェッパーできなくてよろし。なんで挑発ストコンは現実的にできます。これは練習モードで練習しましょう。ひたすらで挑発の練習の仕方、これ教えてあげよう。挑発の練習の仕方ね、まず一番簡単なのは挑発から当てるので、簡単なジャブ関連ワンツーと PK。 だからまずは挑発 PK、 これが確実にできるように、練習モードの練習、挑発 PK、 それができたら今度挑発右 PK、 それができたら挑発アパスト、挑発アパストまで完璧にこなせるようになったら挑発ストコン。この順序ね、 PK 右 PK アパストストコンで、そうすれば挑発ストコンが出るようになる。これでもういいです。あとはいりません。他はブライアン使うと鉄拳力もつくからいいと思いますよ。で、興味があるならストコンができるようになったら挑発にいくらって難しいのかな、挑発ジェッパって難しいのかなっていうラインでやってみると、面白いと思います。マイナ10、10が当たらない。あれ 11? 黒いの PP で11なの。